はい、こんにちは、シマ TV へようこそ。本日はですね、まあ元ゲームセンターで店やってた、まあバイトですけどね、このでまあ一応フィギュア業界もまあ長いし、まあちょっとまあゲームセンターのこの前の摘発逮捕されたっていう話です。基本的にね、ゲームセンターの景品っていうのは800円が上限なんですよ。税込みかどうかは分からないんですけどね。だから仕入れが800円以下のものであれば UFO キャッチャーで取っていいっていうことになってるんです。だからプレステ4とかがもらえるっていうゲームセンターっていうのは基本的に違法ではないですね。とりあえず営業停止等の指導が警察の方から来るはずなんです。だからちゃんとした店はね、そういう高額景品は入れてないと思うんですね。で、その高額景品があるやつについては、ゲーム機じゃなくて自動販売機、だからガチャとか、まあ、皆さん大好き YouTuber 大好き1000円自動販売機、あれはねグレーなんですけど外れがないですから、1000円入れてあれは自動販売機として認められるんで、あん中に高額商品が入ってても合法なんですね、一応ね。だから路上でも置けるんだと思います。その辺難しいですけどね。ですのでね、ゲームセンターで景品狙う際はですね、外れありか、まあ確率期、外れありっていうのは非常にグレーに近いと思うんで注意された方がいいと思います。景品法とか以前の問題で、ゲームセンターであれば800円が上限っていうのが暗黙のルールじゃないですかね今。まあ、とりあえず日本中のそのゲームセンターに、まあ、例えばバンプレストさんとかセガさんとかタイトーさんとかが卸してるものにはそんな高額商品は絶対ないですから、警察の指導があって営業停止になる可能性もありますし、まあ、お客さんにはまあ被害はないでしょうけど、まあ、そういう店っていうのは大概ぼったくりっていう店が多いと思いますので、注意されたらいいと思います。ですからね、そんな、まあ、今回ね、まあ、本当高額な4、5万負けるっていうのもさ、パチンコ行った方がいいじゃないかっていうような話だったんで、ちょっと動画作ってました。まあ、とにかくね、高額商品が UFO キャッチャーにある店はぼったくりの店だと思います。で、まあ1000円ガチャとか辺はまあそこの店の方針でしょうね。まあそこでプレステ4とかがあるとかっていうのはまあ割で設定してるんでね、ついてれば大丈夫だと思うんですけど、まあなかなかねその辺難しいんですよね本当に。自動販売機はまあ大概不良在庫が入ってるっていう感じだと思いますけどね。まあ、以上ちょっと時事ネタでしたけども、最近のゲームセンターの摘発ということで動画作ってみました。この動画がよろしければ拡散、高評価お願いします。以上、シーマッチ TV の土井がお送りしました。